巡視船、巡視船は、講義では、国土交通省の外局である、海上保安庁が所有する、海上における法令の励行、海難救助、海洋汚染及び、海上災害の防止、海上における犯罪の予防及び、鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、その他海上の安全の確保に関する事務に従事する、船舶のことであり、競技ではこのうちの大型船舶のこと、 小型船舶は、巡視と呼称する。英語では、パトロールベッセルあるいはパトロールボートの訳が当てられる。巡視船は、基本的には一隻で単独行動をしているが、巡視船が、海上警備、海上警察、救難活動の任務を遂行するためには、巡視船に、十分な速力、航続力、探知能力、指揮、通信能力、 警察力としての本分を果たすための適切な武装、装備が必要である。そのため、12.7ミリ単装機関銃や20ミリ、多重新機関砲などによる武装が施されており、船内には犯人の取調室や留置場も備えられている。また、海難救助の任務を遂行するためには、荒れた海でも活動可能な良好な公用性、ヘリコプターによる迅速な輸送力、 巡視船が収容した要救助者に救急救命処置を行う人員と装備、速やかに医師による医療行為を受けさせる体制作りが必要である。また、消防活動や海洋汚染対策の任務を遂行するためには、消火機能や油防除などの特に特別な機能を持った巡視船を配備しておくことが必要である。日本は海上保安庁が軍隊でないことを 法律、海上保安庁法、第25条で明示しており、巡視船は軍艦でないことは、もとより、組織や乗員も軍人としての訓練はされてはおらず、このため、海上保安庁の船舶は、艦艇ではなく、船艇と呼称される。自衛隊法では特別の必要を認めるときは、組織の全部や一部を、防衛大臣の統制、指揮下に組み込める規定はあるが、あくまでも、 有事の警察活動と解釈されており、軍事的な活動を明示したものではない。巡視船は、警備救難業務で使用される、海上保安庁の船舶を総称する国として使われる場合もあるが、海上保安庁では、海上保安庁の船舶の番号及び標識、昭和24年海上保安庁国時代36号に基づき、比較的大型で高揚性も持つ船舶を、 巡視船、小型の船舶を巡視艇と区分している。海上保安庁創設当時、武装した海上保安機構に対する極東委員会での反発を考慮した連合国軍最高司令官総司令部民政局の指示を受け、巡視船が軍事用ではないと明確にするため、その最高速力は15ノットに制限されていたため、 新型船舶への代替が始まる昭和50年頃まで、高速巡視船を保有することができず、不振船、密漁船、密航船、密輸船の追跡は、能力的に困難であった。現在では高速巡視船を増強し、検挙効果的に行うことができるようになっている。また、日本では、海上警備行動が発令されない限り、海上自衛隊による了解での治安維持に伴う、 実力行使ができないため、海上保安庁の巡視船にとって、領海警備、巡視、監視、治安維持は、最重要任務の一つであり、中国が領有権を主張している、尖閣諸島の領海周辺を常時、複数隻体制で警備している。海上保安庁は、特定の知識、技量を有する人員を配置し、装備を強化した、救難強化巡視船。 潜水指定船、防災巡視船、警備実施等強化巡視船、海上環境指定巡視船、艦式業務指定巡視船、校長業務指定船を指定し能力向上に努めている。また、管区本部独自の指定制度を設けているところもあり、射撃強化巡視船、特装巡視船、補足強化巡視船などがある。詳細は各方の記事及び、 海上保安庁選定一覧を参照のこと。PLH 型ヘリコプター付け大型巡視船は700トン型以上の巡視船。遠方海域での捜索救難を目的に建造されており、今日では警備救難現場海域での指揮、宿泊、空輸等総合拠点的任務を行う子が多い。瀬戸内海が担当水域である第6艦区を除き、 各管区海上法案本部に1から2席ずつ配備され、搭載兵リは、ベル412、重量約5.3トン、シコルスキー S-76C、および S-76D、重量約5.3トン、または、AS332 リットル1、重量約8.6トン、EC225、重量約11.2トンである。2019年3月末、時点14席。 PL 型は700トン型以上の大型巡視船。近年、ヘリとの連携強化、部隊の迅速移動等が要求される事案が多い。ことから、ヘリ看板を設けた巡視船が増えつつある。2019年3月末、時点48隻。PM 型は350トン型以上の中型巡視船。500トン型、350トン型がある。 2019年3月末、時点39隻。PS 型は350トン型以下の小型巡視船。高速特殊警備船、剣型、220トン、180トン型、特130トン型がある。2019年3月末、時点36隻。基本的に下記の原則に基づいて、配備された地域に関係深い名前が付けられる。 鮮明は、ひらがな表記で、かつ、や、ゆ、ようなど小さい文字は使用しない。ひりゆう型は、読みは、ひりゅうだが、書くときは、小さい、ゆは使用しない。例としては、巡視船、や島が、や島なのか、や島かわからない事例がある。また、海上自衛隊の護衛艦と、共通する鮮明は、採用されないようになりつつある。ただし、建造時の社会情勢により原則通りでない。 場合もある。配属外に伴い鮮明の変更がある。また、オリオン型など、日本語ではない単語が由来となっている鮮明もあるが、この場合でも、ひらがなで、かつ、小書文字は使わないという原則は守られる、SS-78、コメツとなど。従来白色戦隊に、黒字鮮明、煙突は濃紺に、白色コンパスマークのみであったが、 1984年 S マークが採用され、選手付近に記載されることになった。また、2000年に英文名称がからに変更されたのを機に、船体中央付近に記載されるようになった。また、船名も黒字から濃昆字に変更された。日本のシーレームの安全確保に関連して、テロや海賊対策のため、周辺諸国への巡視選定の供与が検討。 実施されている。防弾措置が施されている。巡視選定は、輸出防衛管理リにおける、軍用船舶であり、武器輸出3原則に抵触していた。そのため、軍用を目的に転用しないことを条件とし、政府開発援助の一環として、選定の供与が行われることとなった。ベトナムやフィリピンへの供与も検討されている。インドネシア海上警察が保有。 運用する。中でも日本政府が無償供与した巡視艇3隻は98トン、30ノット以上の性能を有するもので2008年から運用開始。両国の鳥であるタカ、ハヤブサ、アニス、マドの名が付けられており、2014年現在もマラッカ海峡の海賊対策などに運用されている。他国の巡視船に相当する船舶は大償所属に関わらず、 一括して、懲戒艦艇と称される。アメリカ沿岸警備隊、ユスシーグでは、日本の巡視船あるいは巡視艇に相当するものを、カッターと称している。外洋で使用される、長距離カッター、ウェク及び、中距離カッター、ワメックは、海上保安庁の大型巡視船、PL、PLH に相当するものであり、長距離カッターとしては、ハミルトン級、 カッターおびバーソルフ級カッター。中距離カッターとしては、リライアンス級カッター及びベア級カッターが運用されている。これらは、海上保安庁の大型巡視船よりも、大口径の方及び電子装備を搭載しており、やや重武装である。ただし、軍事組織として、冷戦中に装備していた巨雷や、ミサイルなどの重装備は撤去された。やや小型の速応カッター。 FRP であるセンチネル型カッターは、海上保安庁の中型巡視船、PM 内い小型巡視船、PS に、ほぼ相当するもので、武装も、ほぼ同程度である。一方、近海で使用される比較的小型のカッター、WPB、マリーンプロテクタークラスカッターなどには、日本の巡視艇に近い大きさの種別もある。なお、ユスシーグのボートとは、長さ65フィート、 19.8メートル未満の船底をボートとして分類しており、海岸の近くの内陸水路などで使用されている。ロシアにおいては、準軍事組織であるロシア国境軍が国境警備隊及び沿岸警備隊の業務を実施しており、洋上での警備救難用に国境警備艦を保有している。ロシア国境軍で最も大型の 国境警備艦である1万1351型国境警備艦は、100ミリ、艦砲や股間防空ミサイル、魚雷や対戦ドケット弾など、海上自衛隊のお津型護衛艦でおしのぐ重武装を備えていくことから、NATO コードネームでは軍艦とみなされて、フリゲートと称されている。2013年3月以降の中国の海洋行政は、公安部が海上公安。 国家海洋局が海洋資源、農業部が漁業管理、海艦総書が税関業務の戦略を企画、立案し、国家海洋委員会が各機関の戦略を調整し、国家海洋局が公安部の指導を受けながら一元的に中国海警局を指揮して、航船や航空機を運用する体制が取られている。中国海警局の航船の船体表示は中国海警である。 2013年3月に初代の中国海警局の局長兼国家海洋局副局長に公安部の次官を兼務する毛う広市委員が就任した。ただし、捜索救助、海洋汚染への対応、水路業務などを担当する交通部会事局、船体表、海順のみ独立して、航船の運用を行う。交通部には捜索救助を専門とする救助だ。救助サルベージ局、 戦体表示、中国救助も存在する。2013年3月までは、公安部変貌管理局、ボーダーコントロールデパートメントオブミニストリー・オブ・パブリックセーフティーが所管する、中国公安変貌会計部隊、チャイナコーストガード、戦体表示、中国会計、国土資源部が所管する、中国海韓総体、戦体表示、海韓、農業部漁業局、戦体表示、 漁性が別々に航船や航空機の運用を行っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。